けない。一方善人は修行して悟りを開く道を歩める人ですから、もともと宗教的な意味というか仏教的な意味での善人ですので、我々の、まあ、父の善人役とはちょっと違うというのが一つあります。自分で悟れないということは言ってみたら泳げない人みたいな感じです。で川で泳げる人と泳げない人がいたら、まず泳げない人を救うっていうのにちょっとイメージ近いですかね、はい。もちろん泳げる人も救いますけども、当然泳げない人は救われますよっていう話の人はというふうに考えていただけるんじゃないかと、はい。もう一つはやっぱり宗教的な逆説性ですね。宗教っていうのはこの社会とは違う価値体系を持ってますでしょ。例えばイエス・キリストは今泣いてるもの、今苦しんでるもの、あなたこそが幸せだ、神はあなたのためにいるからって説くわけでしょ。普通だと今笑ってる人、今止めるものが幸せだって考えるんですけども、でもそうじゃない、今苦しんでるものこそ神の国はあなたのためにあるっていう説く、そういう社会とは別の価値がある感じで人は救われる、社会と同じ価値しかなかったら宗教の存在意義はないと思います、はい。社会とは違う価値体系を持ってるから人は救われる、だからそういう意味では宗教ってしばしばこういう逆説的な表現が生まれる。なるほどですよね。もう一つ付け加えると、当時の中世の悪魔というのは社会から排除された人というふうに使われてますので、その意味も込めて解釈することができると思います。時代も存在しているエリアも全然違いますけど、でもやっぱり違う神と仏ですけど、宗教ってそういうもんなんだって勉強するってすごく大事ですね。宗教の本質について、あるいは人類と宗教の関係について学ぶことによって、だいぶ宗教に対しての視野も開けてきますし、何より自分で宗教について咀嚼すると考えてみるっていう態度が大事ですよね。だって自分の宗教的な問題さっぱりわからないのに人の信仰とか尊重できない、自分は一体どこに立ってるのかっていうことを考えるためにも、やっぱりその宗教について考えると大事で、これは経済について考えることも大事ですし、政治について考えることも大事ですよ。政治って政治家だけが考えるもんじゃないですよ。我々全員考えなきゃいけないでしょ。そういう意味では自分宗教関係ないって思ってる人が宗教について考えるっていうのがすごく大事なこと。宗教というと何々教とか何々宗っていうのをイメージしちゃうんですけど、それも宗教の一部ですので、宗教っていうのは人を弔ったりとか、あるいは見えない世界に思いを